こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、提供いただいた商品リングライトの紹介をしたいと思います。じゃじゃん、箱セルフィーリングライト、こちらの商品を提供いただきました。早速ね、開けていこうと思います。サポートの宛先が書いてますね、紙に。で、中身がケーブル、USB ケーブルとこんな感じです。じゃじゃん、説明書は、あ、結構ね、分厚め。日本語の説明、あ、保証もありますね。14ヶ月の延長保証が受けられます。これもともと保証あるんですけれども、新製品の登録をすると14ヶ月の延長保証がついています。使い方ね、後ろの方が日本語になっていて、早速組み立てていきたいと思います。わ、結構重い。え、なんかね、プラスチックの簡単なやつだと思ってたら、めっちゃしっかりしてますね、これ。あ、でもプラスチックはプラスチックなのか。リモコンがめっちゃひっついてましたね。まず足、こんなやつ。床に垂直になるまでリングライトを完全に広げます。あ、これつけた状態を想定してるんですね。先にこれをくるくるここにはめる。で、くるくるくるこれでいいのかな。え、ああ、なんか、え、もうついた。え、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、私が手で触ってた。くるくる回して取り付けます。でもこれとりあえずつけました。で、床に垂直になるようにリングライト、これをこうしました。ベースから三脚の足を伸ばします。スタンドの上部を持ち、下に落ちて三脚の足を広げます。え、どういうこと。え、これを広げるってことね。ああ、こう、え、怖い、なんか怖い。ああ、こうですね。伸ばす、伸ばした。押すのか。え、押さないね、広げるだけ。ただ引っ張るだけでいいの、これ。なんかスイッチあんのかな。あ、分かった、こういうことね。ここよ。これこうしてこう立てる。とりあえずこんな状態になってます。で、地面のスタンドを安定させます。まあこれね、ここを安定させるっていうことね。で、伸縮ポールを必要な高さに調節します。あ、これね、今一番短い状態、一番短い状態やから、こっから伸ばせるんやわ。伸ばす方法は、あ、こうやるだけ。ちょっと床に置こう。こうですよね、こうやってキュッて。あ、はいはいはい。携帯ホルダーはさまざまなサイズに適応しますか。ただ私ね、これケースががっつりついてるんですけど、あ、ケース外さんでもいける。なんかギリいけます。ケース外さんでも、はい、いきました。ここにひっつけた。今ね、私触っちゃったんですけど、ここにスイッチがあります。スイッチを見せると、ここにあって、これが M、 え、 M って何。あ、モードですね。3色、色温度のモードがクール、ナチュラル、ウォームとあります。これね、白いからクールやね。で、ナチュラル、ウォームかな、そんな感じですね。3つのモードがあります。明るさのレベル、照度レベルは5つ。3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。ああ、なるほど。はい、これね、一番の特徴、私がいいなと思ってレビューねやりたいと思ったのが、なんと充電式、コードがなくてもできるんです。だからね、つなぐ場所がない時あるじゃないですか。それの時にできるっていうのがすごい。でね、バッテリーが7200mAh かなのバッテリーが内蔵されてるから、完全に充電されてたら高照度のレベルで6時間持つらしいです。めっちゃすごい。で、付属のこの USB のケーブルがあるんで、これを使って他のね端末も充電したりをできるって書いてますね。ここにつないで充電できるってことかな。充電できるっぽいですね。 iPhone12 だと 1.5 回分の充電がこっから取れるらしいです。それとこちらね、ワイヤレスリモコン、
Bluetooth のシャッターリモコンか、これがそれですね。 Bluetooth でシャッター切るやつで、こっちがこのリングライトのリモコンですね。絶縁シート取ります。お、ああ、なるほど。でモード切り替えもできて、照度のマイナスプラス、おマイナスもできます。いや便利、便利っていうか、あれコードがないのがめっちゃいい。角度これね、これすごい360度以上、うん、これめっちゃいいですね。下向きとかできたらね、ライブ配信とかで顔漏れるんちゃうかな。なかなかね、下向きにできるスタンドっていうのがないんですよ。こう向きに立てるスタンドはあっても、こうできるスタンドってないから、これねできるってめっちゃいいね。携帯をつけるところはバネになってるんでスッとつくし、ここもね角度、角度こうやって変えられます。横向き縦向き全然自由にできる。お値段は Amazon で本日の価格が5499円で 5% オフのクーポンがついてますね。 URL はコメント欄と概要欄に貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。はい、今日は提供いただいたリングライトの紹介をしました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、岡山の地域情報、今やっている大人の歯列矯正の情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。